写真流出と米組の平野紫耀らがお忍びビザ申請、アメリカ大使館訪問で海外進出か、X で話題沸騰中。現在 X、旧ツイッター上で滝沢秀明氏の新会社、と米に所属するナンバー、I 平野紫耀らが海外での活動を指導させるのではないかと噂されている。 そのきっかけは、とある中国の SNS ユーザーの投稿だというが、果たしてそれはどんな内容だったのか。10月15日、戸ベのオフィシャル YouTube チャンネルが緊急性配信を実施。7月に戸ベに合流した平野と神宮寺ゆうたが、新しい仲間としてキングプリンス。 以下、キンプリ、時代の同僚である岸優ユータを呼び込み、3人でナンバーアイとして活動を始めると報告した。アメリカ大使館に戸部の3人がこれまで戸部に入った旧ジャニーズ事務所の退所者は、三宅健さん、平野さん、神宮寺さん、イムップの7人、大統率樹さん、北山博光さん、そして岸さんの13名。 三宅さんは9月に第1弾シングル、レディー・トゥ・ダンスを配信。またエムップは8月から毎月新曲のリリースを行い、すでに、クルージン、イムップスイッチ・インクの3曲を発表するなど、音楽活動に邁進しています。また、大東さんは日本テレビ系の10月期深夜ドラマ、秘密を持った少年たちに、男優3番手で出演中です。芸能記者。 一昔前のやめじゃにといえば、旧ジャニーズ事務所の圧力やメディア側の同社に対する忖度によって、なかなか思うように動けなかったものだが、今後はもうそのようなことはないでしょうから、トベのアーティストたちは、今後は大手を振って活動できるはずです。前どう。そんな中、X 上では現在、平野、騎士。 北山の3人が仕事で渡米する予定ではないかという疑惑が広まっているという。とある中国人が SNS へに、平野さん、岸さん、北山さんとされる人物が写り込んでいる写真をアップしたんです。アメリカのビザを申請しに来た、再三人に遭遇したとコメントしているのでおそらく場所はアメリカ大使館なのでしょう。写真には、後ろ姿しか写っておらず。 顔が全く見えないため、果たして本当に三人なのかは定かではないものの、一部ファンは海外進出に向けて動き出したのではないかと色めき立っています。前どう現在。 短期の観光や商用目的でアメリカに行く場合、ビザではなく、電子渡航認証システム、エスタ、エスタの認証を取得するのが一般的だけに、もし3人が本当にビザの申請を行ったとすれば、長期の観光、もしくは本格的にビジネスを行う予定があるからと考えられるわけです。前どという。平野と岸は、 キンプリを脱退する理由に海外進出を挙げていた。ナンバーアイがアメリカで活動開始 平野さんは昨年11月に脱退解散を報告した再ファンクラブ会員向けの動画で自分の年齢と向き合った時に海外で活躍できるグループを目指すというのはそこにグループのそれぞれの活動方針を踏まえた上で全力で取り組んだとしてももう遅いなと感じて姉妹目標を失い今回の決断に至りましたと説明。また岸さんもメンバーとの目標の違いが生まれ、 海外で活躍できるグループにはなれないのかもしれないと、自分の夢を自分で否定する自分にがっかりして落ち込んだりする、そんな日々が続き、今回この決断になりました、と話していました。エンタメ識者。しかし、ナンバー I の結成を報告した緊急性配信で、二、うん、人が海外進出の展望を語ることはなかった。 今後の活動について平野さんは、まあマストだけどやっぱコンサートはやっぱりやっていきたいよ。歴史さんは音楽を追求してなんか新たな自分と出会いたいとそれぞれコメントしていたのですが具体的な話は特にありませんでした。海外というワードが出なかったことから一部の金プリファンは海外進出は金プリを脱退し事務所を辞めるためについた嘘だったのではないか。と物議を醸したんです。 しかし、もし本当に渡米の準備を進めているのであれば、二人は夢の実現のためにちゃんと行動しているということになります。人従ジ,ジさんとされる人物は写真に写っていなかったですが、ナンバーアイがアメリカで何か活動をするとなれば、ファンは大盛り上がりするでしょうね。前どう なお、北山は飛べ合流を発表した際、日本を基盤としてアジアとかにも行ってみたいなぁと思っております。とコメント。国境を越えていろんなことをチャレンジしていきたいと願望を明かしていた。まだ指導したばかりの飛べ。彼らが今後どのような活動を展開していくのか、目が離せない。